阿保支線は、鹿間駅から山陽阿保支駅までを結ぶ、山陽電気鉄道の鉄道路線である。全線が、兵庫県姫路市内にある。阿保支線内の鹿間駅山陽阿保支駅間のみの、運行で、途中駅が、始発、終着になる列車はない。平日のラッシュ時は12分間隔、日中時間帯と土曜、休日は1時間あたり4本で運行されている。 阿保市線の建設が決まった時、線路を敷く予定地が土地区画整理事業区域になっていて、場所や広報についての兵庫県との接触に時間がかかった。このため、線路用地は複線分を確保するが単線で工事を施行することで建設が始まった経緯があった。そのため現在でも鹿間駅山陽阿保市駅間のすべての駅で列車交換が可能であり、 ほぼ全区間にわたって、副線分の用地も手当てされている。かつては、通勤時間帯などに、鹿間駅でスイッチバックして、本線の電鉄姫路駅への直通運転があったが、1991年のダイヤ改正で廃止された。2019年3月現在は、産両編成の3000系、6000系が使用されている。 1995年からはワンマン運転を行っており、網星線運行の車両には、ドアチャイムや自動案内放送装置が設置されている。なお、ワンマン運転ではあるが、車内での料金収受が一切ないため、運賃箱、運賃表示機器等の機器は設置されていない。広畑駅で交換する臨時特急、完売号と完売号の改装過去には、 例年2から3月の週末に、綾部山梅林への送客を目的とした、阿保市線直通の臨時特急、完売号が運転されていた。車両は5000系の4両編成で運転され、当時は4両編成であった3次車で運行された、こともあった。高速神戸発都市、本線内は特急停車駅に停車、阿保市線内はノンストップで運行された。 定期列車が3両編成のみで、特急の運転がない阿ボ支線では、希少な優等列車であったが、本線で直通特急が運行開始されて、以降は廃止されている。東路線は、同じく、姫路市、阿保シ区を通る JR 山陽本線から 2km 以上も離れているので、運行支障が発生しても JR、または、その逆による振り替輸送は実施されない。 一時は、阿保支線を、現在の国道250号にほぼ並行するあいおい、阿蘇経由ルートで、岡山市域方面に延伸する構想があった。そもそも、山陽電気鉄道の社名は、宇治川電気時代の1928年に、鹿間岡山間の鉄道付設免許申請を行った際、別名義として用いられたことに始まる。この免許申請は、当時の鉄道省が、 宇ネアコ西大寺という競合ルートの計画を持っていたため却下された。山陽電気鉄道が兵庫県南部に限定された路線であるにもかかわらず、山陽という広範囲を表す地名を用いていることは、宇治川電気時代末期から山陽電気鉄道設立に至る当時の拡大姿勢を唯一強に残すものと言える。このような、 実際の路線の所在地と会社名との相違は、南海電気鉄道など各地で見られる。しかし、その後も鹿間交換については、鉄道省の計画線と競合しないことから延伸が、検討され続け、1936年に、再び電鉄鹿間あよい間の、鉄道不設免許申請が行われた。この際、電鉄鹿間、あぼし島については、 日本製鉄の製鉄所建設決定など急速な工場立地が進んだことから、その必要性に加えて緊急性が認められ、1937年に免許が交付された。ただし、残るアボシアイオイ館については却下された。アイオイ方面への建設計画が再浮上したのは、戦後になってからで、1952年に、 姫路市矢干市赤市場刈谷間 25.2km の鉄道敷設免許が交付された。前年に国鉄赤線の愛いおい駅番州赤駅間が開業していたにもかかわらず並行する路線の免許の交付がされた背景には燃料事情の極端な悪化でバスなどの運行が困難であった当時の社会情勢が影響している。実際には イボ川への橋梁仮設など、建設工事にあたって様々な技術的困難が存在し、また、多額の建設資金が必要であったこと、その後の急速な燃料事情回復から、鉄道延伸の必然性自体が低下したため、ほどなく、計画は中断するに至った。1971年秋のアボシアイオイ館、免許執行をもって、 アボシイセへの延長計画は消滅している。ありがとうございます。